空欄位です。空欄位の音量によるものと考えていたと。はい。えー、この延暦年間、いわゆる延暦というのはこれ、寒武天皇の時代です。はい。まあそもそもここで寒武天皇の頃だってわかりますね。旧東造営と東北造営。はい。では、この空欄位に入る人物の説明として最も正しいものを選びなさい。と。 で、もし空欄以外は誰か分からなかったとしても、これ選択肢を見ていくと分かると思うんですよ。ちょっと見ていきますね。藤原種次暗殺事件に関して、友の義しと共に首謀者とされたが、自ら命を絶ったと。2番目、恩領のですね、えー、まあ、こういうふうな、バッグです。長領ばを恐れた幹部天皇は、この人物に、ストク天皇の御を賜まったと。3番目、公認天皇の王子だり。 関武天皇の即位とともに皇太子となっていた。4番目、この人物の妻は白木系氏族の系譜を持っていた高野の新潟であったと。とということで、まあね、ね、えー、この段階で種杉暗殺事件。そして関武天皇の時代になんか恩慮が起きたと。そして天皇の名前を送ったと。そして公認天皇の子供で関武天皇の頃皇太子っぽい人と。おでなんか高野の新潟関係だよと。 はい。ということで、じゃあ誰でしょうかってもう大体分かりません、ね。全然音量になった人です。じゃあ、この中で正しいもの、基本的に、まあ、どっか誤っているのが3つもあるということですね。はい。では、今から10秒上げますから考えてください。どうぞ。はい。ではですね、えー、まずもう一回戻しますと、今回ですね、えー、疫病の原因で、 まあこれ、漢部の時代。で、えー、誰かの音量によるということですよね。で、そしてその後、五両絵は出てきますよ。まあこのあたりから、空欄位は、はい、佐原親王であるということはね、えー、ある程度勉強してれば推測できると思います。で、えー、まあ実際にですね、キーワードとして、種継ぎ暗殺。もうこの段階で、ね、 えー、沢田かなってわかりますよね。そして、漢武天皇。そして、なんか、天皇の号を送った、公任の子供、皇太子。まあ、このあたり関係してる人々ね。まあ、十分ですよね。では、早速行きましょう。ドンまずですね、今回ですが、友野義夫さんは大天文の辺ですね。866年。谷次暗殺事件とは全然時代が関係ないですね。だから、一番は誤りということになります。まあ、これはすぐわかるんじゃないでしょうか。 はい、二番目ですが、はい、ストック天皇が、須藤天皇のライブです。まあ、ストックってよく考えてください。ストック、上皇って出てきません方言の乱の時ですからね。だから、ストックは時代が違うからって気づきますよね。で、須藤天皇という人なんですね。はい。なお、この、す、これ何ですかたたるという字ですよね。えー、これはですね、まあ、はっきり言えば、ああ、負けて流されたりとか、不慮の死を遂げて行った人に与えられる名前で、基本的にこれ天皇のこういう名前というのは、 えー、亡くなってから送られるんですよ。例えば、カム天皇とか、ショウム天皇も、はい、私、アイアムカムと言ってたわけじゃないんですからね。当時は、ミカドとか、オカミとか、ウエとか、そんな感じですから。で、例えば、ほら、ストックさんもそうですね。この人も、はい、方、え、言、ー、のなんで、破れて流された。まあ、かなり重要な音量とされた人。で、今回もほら、たたったから、須藤天皇。その他に昔、ソガノウマ子によって暗殺された人、覚えてますか 山とのあの値の駒を使って暗殺した誰ですかスシュン天皇ってしますね。あの人もこのたたるという字を使ってますよね。はい。3番目です。空ーには沢原神郎が入って、これが答えということになります。で、最後の4番目です。はい、妻が母で、白木系がくだら系の誤りです。 まあ、公認天皇の奥さんが、この高野の新ヶ瀬。で、公認天皇、高野の新ヶの子供が、寒武と沢良ですからね。だから、妻じゃなくて、お母さんということになりますね。はい。そして、くだらけということになります。では、早速ですね、そのあたり見ていきましょう。まず、寒武天皇、今言った公輪天皇と高野の新ヶの子供で、この人もよく出てきますね。はい。まず、仏教政治を反し、人心意志を図るため、山城の国に遷都していきます。 はい。というのもですね、例の元坊や道教など、僧侶がかなり影響を及ぼしていたというのが背景ですよね。で、長岡教遷都が784年、長橋後なんて覚えてきますね。えー、造営長官藤原の種継ぐ、継ぐの注意しきです。この人が大友の継ぐ虎によって暗殺され、造営中止となったんです。えー、この時の黒幕とされたのが、今出てきた沢田信用です、えー。幹部の弟。 この人が暗殺事件の首謀者とされます。で、沢良は淡路に流されます。まあ途中でですね、ハンガーストライキをしてガスして亡くなったと言われています。で、えー、結局ですね、えー、沢良親王のその後、祟りが起きたとされ、須藤天皇の追放が送られました。今、問題出たのはこのあたりの話ですよね。はい。これが今言ったこれ。えさ、ー、らには種継ぎ暗殺事件、これ。それからこのあたりですね。 で、宝の新傘も今出てました。さあ、ついでに見ていきますと、この後平安京戦とが794年ですね。政教無二に加え、サワラの怨霊を避ける。だから、平らかに、休んずると書いてるんですね。えー、わけの清原の権儀によります、えー。東の寺当時、西の寺西寺を除いて、以後、境内に寺院は建立されずと。境内には、新千円という天下に、えー、雨乞いのね、祈りをしたり、御霊へ、宴などに利用されています。 現在も新鮮は存在してます。えー、なお、勝田川出身のため、右京が早く衰退したということが、吉毛の安田の指定摘に載っていて、この話もよく出てきますよね。はい。では、続いてですね、河川部、上岸年間中世紀後半に河川部が引いてありますので、そのあたりの問題を見ていくことにします。はい、右の頃の文化の説明として最も正しいものです。 はい。では、一番目。天台真言が盛んとなり、密教の影響から教、教皇国事了解曼羅が作られた。二番目、良質な木材の枯渇から、寄席作りが発達し、その技法を使った、岩人像が作られた。三番目、漢詩文を基礎にした教養をもとに、国家の安寧を図る、文上警告思想ですね、が広がり、開封層などが、編纂されたと。と 4番目。貴族は異性者としての自覚から指定の教育を重視。えー、主義主士などの大学別荘を成立したと。はい。では今回正しいものを選びます。10秒あげますからどうぞ。はい。では答えは1番目です。はい。 まあ、信言と天台、密教、で、京極寺、これ当時、ね、いわゆる信言宗ですね、の不況の拠点です。では、2番から見ていきましょう。まず、寄席づくりはね、あの、時代的には国風文化です。この時代は一木づくりなんですね。一木づくり。だから、バスということになりますね。寄席づくりではないんです。 えー、そして、岩人像も天平文化だから誤りです。まあ、これ時代の仏像としてはね、例えば、漢心寺、余韻観音像とかね、えー、あります。では、続いて、3番目です。はい。えー、まず、誤りです。開封像は直線ではないですね。開封像は751年、奈良時代のものです。時代も違います。最初の漢州です。単なるね。 直線といったら、例えば、両運集が最初です。えー、その他、あ文化宗霊州渓谷州と続いていきますね。佐賀天皇の時代に作られたものです。そして、4番目。手芸シーン。手芸シーンは、空海による庶民教育機関です。えー、例えば、大学別荘であれば、藤原氏の管学院とかですね。 えー、わけしの公務員とか。まあそのあたりに直さなければいけないんです。では、次です。まず、今のところ、大学別荘。貴族が、一族の指定が大学で試験や講義を受けるために補助として作った学校です。わけの肥料が作ったのが公務員。藤原の冬継が作ったのが漢学院で、まあ冬継とても有名ですね。漢学院の漢は進めるという字、見るじゃないです。 これが設備が最も充実しています。えー、その他、有原市の小学院。そして、立花の賢子。この人は佐賀天皇の皇后で、団輪皇后というふうなあ言い方で出てくる場合もあります。えー、学官員です。はい。わけのわからぬ英語公文。富士山で考えろ。小学金あり。小学館で立花し。なんて覚えておきます。一番出るのはもちろんこれ。 これが一番出ることになります。これですね。はい。で、続いて、えー、手芸シーンです。これは空海が作った学校で、これはあくまで弟子ではなくて庶民教育館です。で、仏教以外にも儒教、仏教、道教ね、えー、儒教や道教も教えてます。空海の守護廃絶となっています。ということで、これが、まあ、この4番のあたりの、まあ、確認ということになります。